楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。イーグルスの先発は左の早川、対するバファローズの先発は右のカスティーヨ、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。イーグルスピッチャーを交代します。酒井降板、そしてマウンド上はクローザー則本。最終回2点リードの場面でマウンドに上がります。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、いよいよ最終回、先頭バッターは DH のセデーニョ。投げた、決まってストライク。いきなり153キロ。第2球、スライダーボール。第3球を投げた、打った、ファールボール。第4球は打った、打球はセンターへ、ヒットになります。セデーニョ、いいバッティングを見せました。バッターは6番西川。第1球投げた、初球空振り、いきなり154キロ。第2球打った、いい当たりだ、センターへ持っていった、取りました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは7番頓宮。これが5度目のバッターボックス。第1球、1球目ストレート空振り、いきなり156キロ。第2球投げました、これも空振り。第3球を投げました、打ちました、掴みました、勝利まであと1人。バッターは8番宗、今日5度目のバッターボックス。第1球投げました、ボール、投げました、打ちました。一塁線いい当たりですが右に切れていきます。第3球は打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球アウト、ゲームセット。イーグルス2点差で逃げ切りました。さあ、本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。